梅津です。今回はお正月の福袋を紹介します。じゃん、来ました。またこの福袋的な感じの袋です。ちなみにこれに入ってるかわからないんですけど、今回はこれに見立てて福袋を紹介していきます。はい、まず一つ目、これからいこう。じゃん、キーホルダーかバッジです。はい、これはですね、バッジはこう最初にユニフォームみたいになってるんですけど、バッジはですね、バッグとか T シャツとかにこうバチってつけて、こんな感じで可愛いです、可愛いですでキーホルダーはそうですね、まあ、実際に選手もあのリュックサックにつけてる人もいるんですけど、そんな感じでこう試合に行く時とかつけて応援に来てくれると嬉しいなと思ったりします。はい、これもどっちか、これどっちかが入ってます。2個欲しい人は2個福袋買うことになるんですけど、まあ、それも楽しいですよね。次、じゃん、見てください、このアキュのマスコットです。ちなみにこんな感じでキーホルダーになってます。これもこのこれキーホルダーと一緒にこうやってつけても可愛いし、このまま、あ、実際にこれ香里さんのリュックにもついてました。なんでこれちょっと結構みんなお気に入りです。次、これはすごいです。じゃん、レプリカ T シャツ。これ結構そのままの単独で買うとしたら結構まあすると思うんですけど、7000円しますけど、今回この福袋に入ってるこのいっぱいあるグッズにこの絵が入ってるって結構お得だと思うんですけど、買ってみてこれを着て応援してみてください。ちょっと着ます。じゃあよいしょ、結構あれです、でか大きめで、生地もすぐ乾く素材なので、1日目は応援着て洗濯して2日目着るみたいな感じでもいいと思います。次、はい、じゃん、選手のファイルです。裏は透明になってますね。ちなみにこれ実際にサインが入るらしくて、今からサイン書きます。はい、書きました。じゃん、こんな感じです。多分選手もこんな、他の選手もこうやって書くと思うんですけど、今コロナでこう会場でなかなかこうサインとかもらえない中、こういう感じでサイン入りのなんかファイルをもらうことで、こうレアなものなんじゃないかなと私は思うんですけど、ぜひこの福袋にもこれも入ってるしこれも入ってるんで、ぜひですね、お買い得だと思います。お買い得です。はい、ラスト、じゃん、お正月のカード、ポストカードみたいなやつです。ちなみにこれ今回このさやさんとめいさんと加工されてるんですけど、誰が入ってるかは分かんないんですけど、こんな感じで加工されたポストカードになります。はい、ちなみにこれもサインが入ります。ここに、はい、こうやって1月の、来年の1月のですね、入るみたいなんで、これもレアと思います。これこの時しかないみたいなんで、ということでこのいっぱいこうやって入ってるんで、ぜひお買い得っていうか、アクアファンにはちょっと買っていただきたいなと思います。ということで、明けましておめでとうございました